この間撮影しました神戸市北区、神戸電鉄岡場駅降りたところの、藤原台の、ロータリーなんですけども、バスロータリー、まあ、あちらの工事等に関してなんですけども、行われたのが八雲建設株式会社さん代表取締役が、まあ、松本さん、まあ、その他、兵庫県知事が許可を出してますね。あと、まあ、こういったものは法的に一般人の方に公開しなきゃならないことになってるんです。で、まあ、昔もその話を、まあ、ちょっと前に動画でもその件言ったので、まあ、ここまで詳細、まあ、こういうふうなところまではなかなか施工形態のところまでは出してこられる業者さんはなかなかいらっしゃらないんですけど、あとは、まあ、鉄鋼の製作工場会社が、まあ、北海道所在地なんですけども、まあまあ、この辺のところもちょっとよくわからないですね。鉄鋼所ぐらいは神戸にもあるんですけども、なぜ北海道から流れ着いてたのか、運んできたっていうことなんですよね、これは。まあ、ちょっと前、なぜそんなに遠い距離から運んでこられたのかっていうところで、あと、まあ、神戸市長宛てに特定建設作業実施届出書というような、ものが、まあ、久本さん、神戸市長の久本さんだとか、まあそういった、まあ、あと工務店の方の、内容だとか、まあ、許可条件とかがありますね。で、ただしね、あのバスロータリーの工事で昔も一回したことあったと思うんですよね。一回通るようにしていて、もともとあの辺り花壇があったんですよ。あちらの方にあるような、レンガ造りので、それを撤去して道幅を広げて対処しようとしてるんだと思うんですけど、基本的にバスって大型ですから、頭の方、まあ、要するに前方部をだいぶ前の方に出して、左折しなきゃならない、左に曲がるとしたら、そしたら、まあ、そちらがすごいカーブになってるんですよね。で、歩道橋があって、あと先が見えにくい、で、その時に、左折する時に、そのオーバーランするような形にバスの方がなるんで、その対向車とぶつかるかぶつからないかのところで、まあまあ、一応、道幅を見る限り、もう右端の方からこう曲がるような形で曲がれば、オーバーランはしないとは思うんです。ただ、今こういう風にもうバス入ってきてるんで、まあちょっと危ないといえば危ないですよね。一般車両とか、ここを曲がっていくとき、時速50キロぐらいで、普通にこう曲がっていったりとかもするんで、まあ、見えないですからね、曲がるとき。だから昔それで、ここを通れないように封鎖してたんですよ。以前はそうだったんです。で、あちらにある信号で、道路に出るか出ないか、これでもうはっきりするから、これで事故はまずないというような形で物事を行ったのになぜかまた、開けていると。それでまた今度それ事故が発生したでそれ理由で閉じてっていう、そういう変な工事の仕方、もうそれやめましょう。本当に一回決まったことだから、誰かちゃんと記録残しておきましょう。